全然オフサイドじゃないよ今の。入った。解説松木安太郎バーベキュー GO スペシャルマッチ。さあ日本中が注目する一戦がついにキックオフ。解説は松木安太郎さん、実況は私中村義明です。松木さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみですね。早速本日のスターティングメンバーですが、今までのバーベキューの概念を覆す豪華メンバーが揃っていますが、松木さんの注目選手は？フォワードのビーフサーロインステーキやボランチのスペアリブもとにかく最高に仕上がってますね。集中力欠かさずいってもらいたいですね。ピッチに食いしん坊な子供の姿もありますよ。そうですね、このお子さんに食べられたらゴールというわけですね。指くわえちゃってるからね、だいぶ腹ペコですよ。さあゲームはすでに始まっていますが、まずは1番ゴールキーパーぐるぐるハラミです。いや彼は非常に人気が高い選手ですよね。バーベキュー串に刺され、ゆっくり両面を焼いています。おー来た、いい長さだ。こんなリーチのハラミ見たことないです。このいい体、この大きさ最高じゃないですか。そして2番右サイドバックのハート型が特徴のポークステーキです。彼は重心でとにかく熱いハート持ってますからね、期待していいでしょう。彼は何度もひっくり返して焼き上げていきます。彼は何度も何度も焼いても立ち上がるタフな選手ですよ。やっぱりハート熱いね。さあ右センターバックにいるのは中落ちカルビ串ですが、彼の魅力はこの分厚さですよ。見てくださいこれ、常にハードワークで串をずっとマークしてますからね。肉汁出して頑張る選手なかなかいない選手、素晴らしいハードワーク、グー。そして左センターバック縁側カルビですが、彼は1頭につき 500g しか取れない、まあ、超希少部位ですから幻のプレーに期待ですね。焦らずじっくりと焼いていきましょう。いいぜ。左サイドのこれは何ですか？彼はね、イタリアから帰国したばかりのピッツァを2つ折りにしたカルチョーネ、カルチョーネ。おっと松さん、おいしそうですね。驚くね、やっぱり海外組調整してきました。見てよ、やっぱりさすが伸びしろあるわ。ほら伸びてるもん。そしてダブルボランチにはバックリブとスペアリブ。左のバックリブはアメリカナンバーワン人気、そして右は日本でおなじみのスペアリブなんです。どちらも骨付きでガツッとかぶりつきたくなるワイルドな選手ですね。いい中盤。おっとタレをハケでつけられた。いいスライディングですね、いいスイープ。よし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 。あっと見えないところでファールがあった模様です。どうしたどうした。これは銀鮭が杉板の担架で運ばれていきますね。この杉板でいぶされたか、まさにいぶし銀のプレーヤー、いぶされただけに、おっと応急処置バターでしてますね。この選手は最初から蜂蜜で味付けされていましたよ。これはもう相当美味しくなるでしょう、相性抜群だもん。だって最後にレモン汁をかけるらしいですよ。うわーギュッと縛れてる、ギュッとギュッ。イカソーセージがいい感じに仕上がってきていますね。蚊の中にソーセージが詰まっていてもうパンパンだ。おっとタレが塗られた。これはシュートか。よしシュート、よっしゃ、おみえ、イカ、いけ、いけるか、いけ、いけ、イカ、イカ、おい、行くだろう、行くだろう。あっと、どうした、ここでお母さんに呼ばれて行ってしまった。イカを網に戻してしまった。なんだよ、そこまで行ったらシュート打ってよかったんじゃないの。さあ、気を取り直して次のチャンスはしっかり決めたいところです。シュラスコですよ。ブラジルから帰化したばかりの選手でしてね、他の選手とは違っていい感じの役目がついたら豪快に表面を切り分けるね。柔らかく旨味があるこのプレーは誰にも真似できませんね。おっと僕がシュラスコを狙ってる、いけシュラスコ。おっとここで逆サイドからもう一人上がってきたぞ。巨大ビーフサーロインステーキだ、いけサーロイン、よっしゃいけ。これは肉汁がすごい。横のトウモロコシを振り切るか。よし、ゴール前、チャンスいけ、サロイン行け、いけ肉汁、サロイン、ゴーゴーゴー。ラストパスからのシュート、オフサイドのようです。いやオフサイドじゃないよ今の、全然オフサイドじゃないよ今の。ここでリプレイが入ります。さあどうだ、ラストパスを受けた際に横のトウモロコシを超えてるんじゃないですか。これオフサイドだわ、ごめんなさい。さて残り時間も少なくなってきました。まだまだ時間ありますよ、諦めずに攻めて攻めて攻めて攻め続けよう。おっとだいぶ仕上がってきた選手がいますよ。ハート型ポークステーキですか。さあ、おポークだ、いけるよ、いけいけポーク。あっとトングで掴まれた、 お肉がお皿の上に乗った。うわ来た、そうだそうだ、そこだ、ボクちゃんゴール前行け。これはマスタードですか。スタードだね、マスタードも日本ハムよ。いいよいいよ、このまま行ける、ゴールすんぜ。
どうだ、いけいけ、このままマスタードでよーし、いったー、来ただろ、ゴール、やったゴールを決めたのはポークステーキ。マッチさん、どうでしたか。バーベキューをするなら日本ハムグループのサイトバーベキュー GO をご覧になってください。マッチさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。